若干僕やっぱ不感症みたいになっちゃってる自分がいますね、本を作ることに。エンタメで潰れないようにするとつまんなくならざるを得ないんですよね、だから現当社は不動産収益とかないんで、そのストックの固定収益を何で稼げるかっていうのは考えてます。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。今回僕箕面さんに食いついたのが、出版業界で今一番話を教えてほしかった人で、何もそういうつながりがなくて誰も教えてくれないまま、もう15、16年僕より先輩ですからね。いやでも本当知らないんですよ、何も知らないんですよ。僕もあんま知らないですけど、未だに台割り作るときドキドキしますから。ああ確かに、この北里さんの本って台割り作んないとできないやつですもんね。文字をただこうやってるんじゃないですもんね。でもね、基本作ってないんですよ。作ってなくて、印刷所とかから台割りくださいとか言われると、あ、作んなきゃみたいな。このデザインがまちまちなのって、はい、作るの大変じゃないですか。どの字を大きくしようと。あ、でもあそこにあのヒゲが、もともと C 社の店長だったんですけど、ね、はいはい、コロナの時って C 社の仕事がなくなるじゃないですか。で、誰も国にしないために、他にできることがある人は、他の仕事をうちでやろうっていうんで、彼はなんかバンドをやってて、ちょっとデザインがいじれたので、じゃあ今日からあなたはデザイナーっていうんで、初めは全然だったんですけど、でもそこから結構恐ろしいタスクを、これを毎月クリアしてみたいのをやったら、できるようになって、すごい。で今やこう、あ、これ実写でやってるんですよね、デザイン。そうです。絵とか漫画も全部。ああ、じゃあそれじゃないとできないですよね、逆に。デザイナーさんにこう指示出すの、外部の。ああ、まあそうですね、キャッチボールがね、また直しですかみたいになっちゃうじゃないですか。だからあうんの呼吸でここの写真入れようとか思う感じですもんね。そうです。で、だんだんもうね、好みも分かってくれるから。なるほど。だから逆に言えば全部うちは店もそうなんですよ。こういう、このVIPルームの扉とか。ないも全部自作なんですよ。すごい。こういうのは作りたいっつって、なんか店を25店舗ぐらい増えたぐらいからちょっと飽きてきたんですよ、ある程度そんぐらいやってると、あ、ここでこういう店をやったらこんぐらい混むなみたいの読めてきちゃうじゃないですか、だからこれテンションをキープするためにはもうちょっとこの遊びを深掘りしないとっていうんで、せっかく出版をやってるから、ここはなんかちょっとサイバーパンクみたいな作りだと思うんですけど、で2000X 年の渋谷を考えて、でその時の渋谷どうなってるみたいなとこからまず絵を描いて、でそれを内装にするっていうんで、だこれとかもドラム式洗濯機のあの丸いところのを使ってたりとか、本当だ、ナショナル。そう、初め絵を描いたのを全部、誰が作ってくれるんですか。あのうちで職人で普段 C 社やってる人たちが、切ったり切ったりも、そうなんです。すごい。もちろんここを作るときはうちには足りない技術とか必要だったんで、一人仲間うちで棟梁をこう来てもらって、そこでうちのスタッフ入れてチームを作って、やるみたいな感じで、一級入魂ですね。そうですね、だから外注だったらね、何でもできちゃうじゃないですか、でも基本はものづくりに興味があるんで、自分たちでやらないと意味がないっていうんで、そういうやり方をしてます、すごい。でもここはその 2000X の渋谷をもとに設定を考えて店を作りました。でそこからせっかく出版をやってるから、それを舞台にした小説を作って漫画にして映画にしよう、で一つの店で結構長く楽しめるっていう、あれで結構テンション上がって。なるほど。漫画がすごい好きなんで、最終的には漫画をやりたくて。あ、そうなんですね。そうなんですよね。野田さんは次どういうことを出版業界でやろうとしてるの。いやー、だから逆にすごいなと思って、熱を込め続けられるのが、若干僕やっぱ不感症みたいになっちゃってる自分がいますね、本を作ることに。まあ本以外だったら、でもラーメン屋とかいろいろやられてますよね。まあそんなに熱狂してるわけじゃないですね、何にも。それでできちゃうのがすごいですね。来ちゃってんのか分かんないですけど、ただうちも熱狂はするんですけど、ビジネス度外視で考えちゃうから、だから出店がマチュピチュになったりとか。だから羨ましいですよ。いやいや大変ですよ、マチュピチュでって。なんか僕もそういう風なパブリックイメージで狂ったことやろうとか言ってんのに、実はちゃんと、普通のことに収めようとしちゃいます。だから本当にそれができるのがすごい、なんか意外な。だから一番ずるいんだと思う、意外とちゃんと安牌なことをすごく無謀なように見せてる感じがする。そうなんですね。言ってマチュピチュにラーメン屋作んないですもん、絶対。でもそれで、業界でロマンチックさ世界一が取れるんだったらとかで、たぎりません。あ、だからそういうなんか企みをありつつってことですよね。うん、もちろん、ロマンチックさ世界一を取りに行って店を出したら、標高世界一も取れたみたいな。なんか、まあ、思いついたらやるかな。すごいよな。
でもやってみると思った以上に大変なんですよ、うん、なんかでもだから飽きないんでしょうね、その毎回毎回はみ出すことをやるから。でもこう採算度外視で考えちゃうから、うん、回収が大変というか、うん、でもちゃんとビジネスが継続してるのすごいですね、まあ、そもそも出版が継続するために、うん、あれギャンブル性がすごい高いじゃないですか、うん、だから C 社始めたのも、うん、出版は自分のやりたいこととして一生続けていこうってなった時に、うん、ギャンブルは好きなんだけど、うん、こけれないから、うん、こけないものを作り続けるんだとやりたいのと違うし、うん、ってなると違う遊びも仕事しなきゃっていうんで、うん、まあ、C 社とかもエジプトで窪塚さんと本を作りに行った時に、うん、まあ、たまたまして持って帰ってきたんですけど、うん、当時 C 社が全然日本になくて、うん、煙を吸いながら著者と打ち合わせをするってなんか仲良くなりそうじゃないですか、うん、とかそういう意味では自分のアジトを持って C 社を出すっていうのを始めたら、うん、そもそも出版やってればペイだなと思ったんですよ、うん、まあ、当時で言うと C 社もみんな知らなかったんで、うん、そこで話をしながらだと、うん、なんか悪だくみがしやすいというか、うん、だからそういうツールとして持ってきて、うん、で、まあ、C 社がそれである程度軌道に乗ったら逆にそこの利益で本が出せるから、うん、まあ、変な話こけても出し続けれるから、うん、すごいっすよ、こびる必要もなくなるかなみたいな。出版のリスクヘッジが C 社ってもう意味わかんないですよ。何ですか？C 社も別にそんな収益性がそんな高いのかって、いやビジネスとして簡単じゃない気がするんですよ。トレンドになるまでは、うん、もちろん C 社みんな怪しいって思うからそうなんですけど、うん、でも要は店舗商売じゃないです か、うん、だから売上例えばじゃあ500万この店行って200万300万利益出るようになりましたって言ったら翌月ゼロになることないじゃないですか、うん、出版ってあるじゃないですか、うん、ゼロか100かみたいなね、あるじゃないですか、うん、だからゼロ100はもう出版 で、うん、でそれ以外のがそういううちリサイクルの出張買取24時っていうのもやってるんですけど、うん、それも要はお店を作るのに、うん、家具とか必要じゃないですか、うん、だからそういうのから仕入れてくるんですよ、うん、そうするとリサイクルも似たような感じで、例えばじゃあ売上が何千万いきました、うん、翌月ゼロになりますってことはないんで、うん、なるほどね、読める方をちゃんとやりつつやりたいと思うものの中で、うん、そのギャンブル性が高くないものを2つ抑えたんで、うん、まあ、出版自体は出したい時に出すみたいな、うん、フルスイングしてな感じのができるっていうのがあれなんですけど、うんうん、でも大手の会社とかもみんな不動産事業やったりとか、もちろんもちろん、だからおっしゃる通りエンタメってギャンブル性高いんで、エンタメで潰れないようにするとつまんなくならざるを得ないんですよね、うん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 、もう当たるの分かってるようなものしか、だからある意味正しいですよね、不動産とか、まあ、固いビジネスで収益は担保しつつエンタメはもうフルスイングでいくっていう、だから僕自身のポートフォリオもそうですね、あの幻冬舎っていう僕個人もいろんな仕事をやって個人としての収益はあるから本で稼ぐ必要はないって思ってるから好き勝手できるっていうか、うん、やっぱりそうじゃないと難しいですよね、うん、本で食ってくって思うとやっぱバッと短く持っちゃうんで、うんうんうん、井上さんがその健常モバイルとかをやられるのもあれなのかなって思って、全くそうです、これやってれば数百万俺がやったことで出てるから文句ねえだろうって言えるっていうのも、それもそうだし、幻冬舎だけで考えてもやっぱモバイルってすぐ解約したりしないんで、はい、同じように、うん、モバイルで年間これぐらいの収益あったら本はまあ当たったり外れたりでいいなっていう会社になればいいだろうなっていう、同じです、うん、だから幻冬舎は不動産収益とかないんで、うんうん、そのストックの固定収益を何で稼げるかっていうのは考えてます。なるほどな、うん、でもそれをその会社の中でちゃんとやってるのがすごいですよね。でそういうのをやりつつ、僕この前結構すごい続々打ってきたのが、うんうん、まあ、僕幻冬舎のそういう人たちが怖い人っていうのをお会いしたこともあって、うん、怖いんですか？怖くないですか？さんとかえめちゃめちゃ怖くないですか？全然怖くないです。僕の若き侍の時を出した時にさんとか、うん、なんで怖いですか？もうまあ、賢者さんもそうですけど、オーラから近寄りがたいみたいな。全然ですよ、怒られるわ。でもその中であの会社でいや俺幻冬舎の社長になろうかなって思ってるんですよね、うん、あのテンションで言えるってやべえなと思って。舐めてんじゃないですか基本。いやだって社内に真面目な人とか虎視眈々と狙ってる人も絶対いるわけじゃないですか、うん、あまあいると思います。だからムカついてると思いますよ僕の。冗談で済まない人たちもいますよね。そうかなって感じですね。だから嫌われるんだと思うけど。大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋歩
北里洋平、死の子の言わずやっちまえ。ああそうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いやまだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社作られるわけだから。そういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の自伝がある。いや俺生きてりゃ無敵ですよ。どうにでもなるじゃん人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところで必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さい年でロマンチックだよねって言ったら、もう他に負けてもいいやっていうので、マチュピチュでしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからな、っていうことだよね。やりたいことを仕事にするために自由奔放荒唐無稽な2人の叶え方、出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編。2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わずやっちまえ、2024年11月1日全国書店にて発売。 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.